はい。今回は NHK 受信料の問題が Google ライブ配信で解決するのか、それともしないのか、そちらの件について考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。この内容っていうのはちょっと注目されてるんですよ。で、まあニュースの記事になっているんですが、 そのニュースが本当かどうかわからないっていうところもありますし、あの、もしそのニュースが本当であっても、あのね、単純に喜べないっていう、そういったことも考えられるんで、まあ、より良くなっていきたいと、まあ、僕たちが願う、まあ、NHK 受信料問題なんで、こちらの件を今回考えていこうと思います。今回も、えー、よろしくお願いいたします。まず、えー、<laughs> 今回の話ってのはどういうことかっていうことからね、お伝えしていきます。 あるニュースの記事が出たんですが、そのニュースの記事が、まあ、本当かどうかわからないと、出どころがちょっとどうかと思う、まあ、嘘かもしれないということです。ただ、一応、まあ、その出ているニュースが本当であるという前提でね、それで考えていくんですが、そのニュースの記事が本当であったにしても、まあだろうまあ、どうかなと思うところがあるんですよ。 でもしうまくいったら NHK の受信料問題が解決できる。えしかし解決できないかもしれない。えどうかわからないっていう、まあ、ただ僕たちに関心が高い話なんで、そちらを考えていこうと思います。まずどういうニュースかっていう、まあ、ニュースの記事をちょっと短いんで、まあ、引用してお伝えしていこうと思います。ウォールマートは GoogleTV を、まあ、搭載し、 4K ストリーミングをサポートするストリーミングボックス ONN の新バージョンを静かに販売しました。ちょっとなんか難しいですね。まあいろいろ難しいことが書いてあるんですよ。で、まあ、詳細が書いてあるんですけど、まあ、<coughs> この、まあ、販売したもののね、テレビかな、がこのデバイスって言ってるんですけど、これが19.88ドルなんですよ。 だから19.88ドルっていうことは、まあ,あ、まあ大体ですけど、まあ2万円から2万5千円ぐらいなのかなって、うん、そういうふうに考えます。な、なんでかっていうと、最初にこのお金を払ったら終わりなのかなっていうふうに考えるからです。だから、まあ Google TV っていうのが、まあ2万円から2万5千円で販売されたっていうふうに考えますね。で、まあ、あの、 うん、この、まあ、テレビがあーね、えー、Google のマイクを内蔵してリモコンとか電池が入ってるっていうことで、まあ、安いんですよっていうようなことが、まあ、書かれている、えーまあ、内容で、えーまあ、GoogleTV デバイスなどが利用可能になる、まあ、ライブテレビエクスペリアンスを発表したっていうことで、 でこの GoogleTV っていうのは、800個の無料のテレビチャンネルが見れると、NBC、ABC、CBS、FOX のニュースチャンネルをはじめ、世界のチャンネルが含まれ、すべての、えー、アプリをダウンロードすることで、えー、ホーム画面のライブタブから視聴できるようになると。 だからもしこれがうまくいったら、えー、最初に、まあ、2万円から2万5千円このグーグルに払うことによってあとはあお金はかかりませんよっていうことだと思うんですよというふうに僕は思ったんですよで、まあ、これっていうのはいろいろ言われるんですが世界がっていうんですがここでのう世界っていうのはおそらく、えー、まあ西側とか NATO のことを指してる、まあ、でも日本が入るんで、まあまあ、日本の問題っていうことですね とといいうことだと思いますで、これについては、例えば反対意見っていうのもあるんですよ。あの、グーグルがこういうことをやった場合、NHK はどうするのかっていうことで、NHK の電波問題、えー、をあるんで、NHK は google に、えー、まあうん、西側にお金を集金しに行くのかっていうことですが、まあ、物理的に不可能だと思うんですよね。で ま、o g l e と NHK のパワーバランスを考えれば、まあ、o g l e っていうのは GAFA っていうね、世界的企業ですから、NHK っていうのはね、まあ、言ってしまえば日本国内にある企業なわけじゃないですか。だから、パワーバランス、Google の方が上なんで、そんな NHK が、えー、ま、西側に集金しに行くっていうことが難しいと思うんですよね。うん。 だから規模の大小で言えば、えー、うん、Google の方が強いから、NHK はこのことに屈するっていうことだと思います。だそうなってくると、まあ日本の受信料問題が、日本の NHK 受信料問題が解決の方に向かうのかなとも取れる、うん。しかし、そ、そんな簡単な話ではないとも取れるんですよ。 これ何でかっていうと、どこにも一応 NHK という表記がないんですね。まあ日本とか NHK とかっていう表記がないんで、例えばこういうふうに考えられるんですよ。うん、全くここのニュースには出ていなかったんですけど、NHK がね、今まではた例えばそのテレビを置いてる世帯に対して受信料とかそういうことを中摩レステレビも言ってくるんですが、えー、まっ、あ、く変わってね。 テレビがあろうがなかろうが、法律が変わって受信料を徴収できるような、そういう風に変えてくる可能性も考えられるんですよ。で、あるいは、Google で配信するっていうことで、えー、Google がまあ利用できる環境、パソコンとかスマートフォンを所有しているだけで NHK の受信が可能ですよねとかって言って、日本国民全員に受信料を徴収し,しようとする、そういった動きを見せる可能性もあるんですよ。ここには書かれていないからわからないですね。だからどういうことかっていうと、 日本国民でパソコン、スマートフォン、つまり Google を見れる人全員対象に NHK の受信料を請求してくるんじゃないかとも取れるんですよ。そう,そういうふうにも、えー、考えられる。ただ僕はね、えー、まあ、この後で最後に言いますけど、まあ、そうならずにこうなってくれればいいかなぁと思うんですよ。思うというか考えることがあるんですけど。で、うん、あのー 今っていうのは、僕もそうですし、皆さんもそうですが、多くの人がパソコンとかスマートフォンを持ってるじゃないですか、だからもし NHK がそういうことを言ってきたら、ほぼ国民、ほぼほぼ国民全員にまあ受信料を請求すると考えられると、うん、だからこの NHK の話っていうのはあの、ね、スクランブル化で解決するっていうことなんですが、えー、わざとそうスクランブル化にし,しないようにしてると、うん、で、<laughs> あの放送法の関係でね、テレビとかっていう、まあ、そ,そういったものがある世帯は NHK と契約する。 っていうことなんだけどテレビがなくてもまあ、契約しろみたいなことをまあ、法改正でしようとしたわけじゃないですか。うん、で、えー、そういうのに対処する、えー、チューナレステレビが出てきても、それ以外でもまた見れたらまあ、どうのこうのとかっていうんで、だからこのやることが拘束なんですよね、まあ、NHK っていうか、まあ、背後のまあ、創始国だと思いますが。で、えー、まあ GAFA っていうのも Google ね、その世界的企業で、えー、まあなんていうのかな、えー、日本だけでなく西側とかに、まあ、影響力を及ぼす企業なんで、明らかにパワーバランス Google、えー、の方が NHK より上だと思うんですよ。で、僕はこういうふうにあの考えましたっていうことで、もしこのニュースが本当であればっていうことですよ。で、えー、よく解釈すればっていうことですね。 あのテレビの値段が19.88ドルって書かれていたんで、まあ、大体まあ2万円からまあ2万5千円かな、まあ、2万円だとし,しますがえ、2万円を最初に支払ってしまって、その後はずっと、まあ、NHK を,を含む、まあ、別に NHK 見ないですけど、まあ、例えば Google がー放送する世界のニュース番組を、まあ、無料で見れる、だから無料というか最初に払う、最初のお金だけですね、2万円か2万5千円払って、 その後、世界のニュースがもうずっと見れる。まあね、Wi-Fi 環境だけあれば見れるっていうことであればいいんじゃないかなと思います。だって、2万5千円で、うん、世界のニュ,ニュースとか世界のテレビがずっと見れるわけですよ。で逆に、えー、Google からしたらそれはそれで多分いい話だと思うんですよ。日本国民が例えば1億人だとして、1億人全員に、えーねえー、いくらだろう、うん、2万円っていうものを貸したら、それが売れたら Google の大きく儲けになるじゃないですか。 そうしたらあの NHK とかっていうのはもう全く力を失っていくと思いますね。だから Google の作戦としてはまあ GooglePC テレビとかあまあその、ね、テレビの簡略化したあまあそういったものを打ち出してきてそれに日本国民がまあ乗るあるいは西側の人が乗るんであれば、うん、いよいよ NHK の受収料問題も終わるんじゃないかと思います。しかし、えー、まあ NHK がね何かしらその そういうのを思っても、うん、まあ、どうのこうのっていうかもしれない。ただ、やっぱりね、普通に考えて、グーグルの方がね、そのガンファの方があの影響力が強いですから、まあ、あのうまくいけば、この NHK 受信料問題っていうのはもう終わるんじゃないかと思います。ただ、日本国民が、あまあ、最初に2万円から2万5千円は払う。まあ、それでこの問題が終わるんじゃないかと。まあ、終わってくれればいいなと思いまして、こちらの件ですね、結構注目されてるんで、ちょっとまあ僕に思うところっていうことで、お伝えしてみました。 参考になっていただけるものがあれば何よりです、まああのね、手放しで喜べるっていうそういった話ではないんですが、まあ、そうなってくれるといいなっていうことで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。